私は小さな雑誌社に勤める中澤由香。私の好きなものやいろんなものを知ってもらいたくて入社したんだけど、まだまだ日々勉強。紙面を見て興味を持ってくれる人がたくさん増えたら嬉しいな。旅の楽しさやその土地の素敵な情報、そこに住む人の営み、見せたい景色、雑誌旅してをより良いものにするために今日も頑張ります。旅してオジア。皆さんおはようございます。さあということで今日は取材にオジア方面に行ってみたいと思います。新潟から来たので途中の栄パーキングに寄っております。そして今日もどんな出会いがあるのかワクワクですね。よろしく頼む。今高速道路をだいたい長岡あたりですね、長岡北杉田あたり向かう先はオジアなんですけれども、雲行きというかもう曇ってしまっている気がする。オジア市やってまいりました。お、いろいろあるよ。インターを置いてまっすぐ駅の方に向かっております。商店街、なんかいい雰囲気ですね。オジア駅の真正面に到着しております。錦鯉、地下道の入り口が錦鯉です。さすがオジア。すごい、いっぱいあるすごい、いろ至る所に錦鯉の地下道入り口。オジア駅です。おたやさん、ちょっと到着です。旅してオジア。おたやさんに到着いたしました。だいぶ雨も降ってるんですけれども、このね、創業100周年、この文化庁100年フードにも認定されたヘギそばを食べるべく取材許可を試みます。綿谷さんから取材許可をいただきました。ありがとうございます。テーブル席と小上がりがあって、でそして入り口にも書いてありました、綿谷さん100年アニバーサリー5年迎えられているお蕎麦屋さんです。大正からということですよね。そしてメニューなんですけれども、メニューもたくさんあってとても迷ったんですけれども、やっぱりここはおじや名物へぎそばを頼ませていただきました。そしてあとはやっぱりこうおそばには天ぷらが欲しくなるのでね、天ぷらを、で地元おじやの新潟名城さんの長者盛りを1号注文いたしました。楽しみでございます。そばに天ぷらに日本酒、そば茶が最初ね持ってきていただいたので日本酒も届いたんですけど、まずはこちらのそば茶をいただきたいと思います。香ばしい、すごい香りがいいですね。さあ、おそばに天ぷらに日本酒に全てこちらに揃いました。見てください、この景色、もうおそばがツヤツヤで天ぷらもカリッと揚がってて、日本酒も本当に冷えたんですよ。もう美味しそう。早速ですがいただきたいと思います。まずはやっぱり日本酒かな。乾杯です。さあ行くぞまいいですね。やっぱキリッと冷えたこの日本酒、辛口っぽい感じかな。これはそばと天ぷらに合いそうですよ。まずはこちらヘギそばですね。このヘギそばっていうのはこの入れ物がヘギって言うんですよね。このヘギに入っているからヘギそばって言うんですよ。おそばも綺麗に並んでいて、こうやってこうくるって並べるって意外とこれが大変なんですよ。家でやったことあるんですけど、綺麗に丸まらないの。おじやといえばヘギそばとね言われているぐらいそばが有名なんですよ。そんな中、この綿谷さんは創業100周年を超えてらっしゃるということで、素晴らしい老舗でございます。さあ続いては天ぷらですね。あ、
かぼちゃにエビにさつまいもとししとうですね。大きいエビがすごいですよ。私の手の大きさぐらいある。では早速お蕎麦をいただきたいと思います。この辺からいってみようかな。よいしょ、よっ。いや、スルッとしたのよ、喉越しとこの香り、美味しい。うん、あ、でも綺麗に取れる。うん、お蕎麦と日本酒これは美味しいでございます。長者ばかりとお蕎麦、これいいですね。合いますよ。いいマリアージュです。これはすっきりとした飲み口に、つるっと喉越しのお蕎麦、いや、うん、お次は天ぷらをいただきます。これエビといきたいところなんですけど、私大好きなものは最後にとっておきたいタイプなので、まずはちょっと手前のさつまいもからいただきます。うん、ホクホクです。うんうん、美味しい。これはね、私なかなかひたひたにつけてから食べるのが好きなんですよ、天ぷらは。まあ人それぞれだと思うんですけどね。うん、このお芋にも日本酒を、ネギの香りがいいですね。ではここにお蕎麦を、よいしょ。うん、ネギが入るとまた違った風味になりますよね。めんつゆが甘くなくてね、結構こうさっぱりした感じなんですよね。だからもうそばの味が引き立つというか、私はとても好きな味ですね。うん、やっぱりね、おそばこれ2人前あったんですけど、すごくねボリューミーだし、でも見た目もすごくね綺麗でしょ。かぼちゃ食べます。大きいの、とっても。もうね、かぼちゃの甘みとこの天ぷらにした時のこのカリッと感とね、衣のこのハーモニー大好きなんですよ。おつだねっていうちょっと低い声が出るけど、美味しいね。日本酒とそば合うし、またこの冷酒の感じがおそばのこの冷たさとね相まって、とてもいい気分でございますさあ最後に取っておいた大好きなエビデン。カリッカリです。そして大きくね口の中いっぱい、うん、お蕎麦ももうラスト一束、うん、名残惜しい。もう日本酒も最後だな。ごちそうさまでございました。乾杯いただきました。ほっこりするんですよね、これ。またこのマイルドになったこのめんつゆとこのそば湯のこの割り方、そしてこのあったかさね、落ち着きます。いや、ちょうどねお昼時になってお客様もどんどん入ってこられてるんですけれども、スタッフの皆様もとてもいい方で、
和田屋さん創業100周年も迎えられているとても老舗のお店ですので、皆さんぜひね、和田屋さんのへぎそば召し上がってみてください。おじや旅して、さあおじは自願寺にやってまいりました。こちらですね、すごいんですよ。門がドーンと立っておりますが、これは国の登録有形文化財にも指定されております。中に入ってみましょう。門構えがすごいですね。また彫刻もよく見ると細部まで本当にしっかりと彫られています。なんか街の中にあるとちょっともったいない気がするね。あ、ここに観音堂と本堂、あ、あっちが本堂なんですね。こちらが観音堂、こちら行ったところにある本堂でこの岩村軍艦とそして河合次之助が談判をして、これが決裂されて戊辰戦争の元になったと言われている場所です。会見の間、こちらの本堂の方ですね、行ってみましょう。こちらが会見の間があるという本堂ですね。ここに碑があります。おじや戊辰の地、自願寺、会見の間。この本堂の目の前にはおじや幼稚園がありまして、子どもたちの元気な声が響いております。建物とは対照的な感じですね。また立派な堀ですよ。上見てください、竜と獅子かな、鳳凰もいて、普段はこちら鍵がかかっておりますので、配管を希望の方はこちらの近くにありますところ、小浦ですね、ここに声をかけると見させていただくことができるということです。が入ってますね。すごい彫刻にも色がついてたりして、本当に細かい、素晴らしいですね。天狗、わし、鷹。ここの場所は結構街中にあるんですけれども、そこが歴史的なきっかけになった場所であって、さらにまだ今も現存しているっていうのは、なんとなくこう今と昔がこう混在しているというか、不思議な気分になる場所でしたね。一歩入ったらなんとなくちょっと空気感が違うような気もしました。もう本当に幼稚園の真隣なので、ブランコがあったり遊具があったりもする、なんとなくこう不思議な感覚のお寺でした。旅しておじや。鷹の井酒造さんの蔵ですね。営業中、清酒。こちらが鷹の井酒造さんです。こちら鷹の井酒造さんの蔵にやってまいりました。立派な建物、しかもちょっと新しいこの建物が中に入れるみたいなので行ってみたいと思います。まずは取材許可を聞いてまいりますね。いや、雨がすごい。旅しておじや。